ワイオミング州での回帰日食2017年8月21日の回帰日食は、回帰帯が合衆国本土のみを通過し、他の地域では部分日食となった。以前に合衆国本土を横断した回帰日食は1918年6月8日の日食である。日食は太陽と地球の間を月が通過することで起こり、地球から見ると太陽全体、または その一部が覆われて見える。回帰日食は月の見かけの直径が太陽より大きい場合に直射日光が遮られて昼までも暗くなる。回帰日食は地表を横断する細い経路上でのみ起こり、その周囲では数千キロにわたり部分色を観測できる。この日食はサロス周期の145番系列に属し、その系列で起こる77回のうちの22回目に、 当たる。1999年8月11日の日食も145番系列に属する。この系列の回帰時間は拡大しつつあり、2522年6月25日に最長となって7分12秒継続する。米国本土で起きる日食としては1979年2月26日の日食以来である。回帰帯は14週を通り、 部分日食はより多くの州で見られた。日食はアメリカ太平洋時間8月21日9時6分にオレゴン州の太平洋岸で部分日食として始まり、サウスカロライナ州でアメリカ東部時間16時6分に部分日食として終わった。特に小集落に観光客が流入することによる物流の問題や日食メガネの不足が懸念された。 今後が死臭国を横断する、回帰日食は2024年4月8日、2045年8月12日月の、見かけの大きさが太陽より小さい時に起こる。金冠食は2023年10月14日、及び2048年6月11日に起きる。2017年8月の日食で引き起こされる影で、小さい黒い点は、回帰帯を追う。 現地時間の2017年8月21日に観測。回帰日食の食分は1.0306で、幅70マイルの細い回帰体は、米国本土の14州、オレゴン州、アイダホ州、ワイオミング州、モンタナ州、アイオワ州、カンザス州、ネブラスカ州、ミズーリ州、イリノイ州、ケンタッキー州、テネシー州、ジョージア州、ノースカロライナ州、 サウスカロライナ州を横断する。アメリカ太平洋、時間10時15分に、オレゴン州の太平洋沿岸で始まり、その後、オレゴン州、セーレムには、ワイオミング州、キャスパー、ネブラスカ州リンカームは、ミズーリ州カンザスシティ、ミズーリ州セントルイス、ケンタッキー州ホップキンズビル、テネシー州ナッシュビル、サウスカロライナ州コロンビア、最後には、 サウスカロライナ州チャールストンで終わった。最も継続時間が長いのは2分41.6秒で、北緯37度35分0秒整形89度7分0秒、北緯37.58333度整形89.11667度37.58333マイナス8 9 1 1 6 6 7にイリノイ州の巨大な州立公園。 カーボンデールで見られる。最大限は、北緯36度58分0秒成形87度40分18秒、北緯36.96667度成形87.67167度、36.96667-87.67167で、ケンタッキー州セルディアンのホップキンズビルプリンストンの間となる。東南で、日食が見られるのは、 フロリダでのみ観測された1970年3月7日の日食以来であった。月の半影にはいるより幅広い範囲、北米、南米の北部、西欧、アフリカ、北東アジアで部分日食が見られた。米国における日食が見られる領域米国で見られる今回の回帰日食は1991年11月の日食以来。 1979年2月26日の日食では、海域体はワシントン州、オレゴン州、アイバホ州、モンタナ州、ノースダコタ州のみを通った。その後40年近く本土では海域日食が見られないことから多くの観光客が太平洋岸北西部を訪れ海域日食を観測した。1972年7月10日の日食では、 ノバスコシア州の近くを通る回帰日食を求めて4日間の大西洋クルーズに参加したアメリカの科学者やアマチュア天文家もいた。このクルーズの主催者は天文雑誌の広告やプラネタリウムのアナウンスで合衆国において次の日食は2017年まで見られないことを強調した。2017年の回帰日食は回帰帯が太平洋沿岸から 大西洋の沿岸に至るものとしては1918年以来である。また、合衆国内だけを通るものとしては1776年の独立以来初めてであった。今回の日食の経路は来る2024年4月8日の日食のものと南入りの井のマカンダ、カーボンデールの南のシュダー湖で交わる。このマカンダ、カーボンデール、ミズーリ州ケープジラード、 ケンタッキー州パデューカを含む小さな領域では7年を置かずに回帰日食が2回見られる。2045年8月12日の日食は 400km ほど南西にずらして今回とほぼ同じ経路をたどり、やはり太平洋岸と大西洋岸をまたぐが継続時間は今回の2倍である。合衆国本土の日食として 継続時間で比較できるものは1970年3月7日の日食でアメリカ合衆国先海岸のフロリダからバージニアにかけてだった。NASA では移動する月の影から長時間観測するため WB-57 の機種にカメラを内蔵した望遠鏡を搭載し2機でリレー式に追尾した。回帰日食当日、ボニー・タイラーがカリブ海の豪華客船上で 自身最大のヒット曲である愛の陰りを歌った。なお、日食の継続時間に合わせて曲の一部がカットされると報じられている。ありがとうございます。